そろ任務完了だったよ。やった、彼女が基地で待ってるんだ。まさかお前また上司任務かよ。サボってるわけじゃないでしょ。だろうな。たく不公平だぜ。まあなんていうの、兵士が彼女だと会うのに都合いいんだよね。そうかい、覚えとくよ。やば、スカーが近くまで来てる。奴らをぶっ殺してる音かもな。ねえ、みんなを基地に招集してるんでしょ。アイザックは市内を根こそぎ取り戻すつもりらしいぜ。あいつらに攻撃仕掛けるんだって。なわけあるかよ、前回どうなったか知ってんだろ。アイザックだってバカじゃねえ。だってそう聞いたし。そばにあったんだ。この目で見たんだよ。あいつだって気に悪いな。えっていうか敵が。ならあんたなの。
あれのせいでアビーが逃げられたんでしょ。アビーがいたってこと。バカにすんなよ。あいつがどこに行ったか吐け。アイザックに何か聞かれたら私は思ってること伝えるから。好きにすればったくくだらない。ノラ、巻き添えはごめんだからな。静かに。それを置いて。久しぶり。ねえ、覚えてるでしょ。何の用？アービーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる。何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！みんなじゃないよ！誰か！ねえ！ノラ！逃がすもんか！電源が入ってる。どうでもいい。侵入者を探しな。
アビーはどこ？なんで星吸ってるのに。あんた、あの時の。あんた、ファイアフライ。ファイアフライなんてもういない。アビーはどこ？行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい？あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの？で、どうするの？友達売るつもりはないね。
私。大丈夫？お前それ誰の血だ？あいつ見つけた。この水族館。そう。ほら、体拭こう。腕を上げて。口を終わらせた。ほら、もう大丈夫。どこにも行かないで。みんなもういなくなった。私はまだどっちに加わるか決めてない。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところで
どうしようもない。頼むし、に並べる方中断して。これから見つけたところだ。どうしようもないって。ワクチンを。エリよかった。何考えてるんだ。真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった。書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも、ジャクソンに帰る。ねえ、言ってよ。ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。だから止めた。待ってよ、なんで。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。